友達ができた、スイカの名産地。え、何それ、スイカの名産地知らんのか。知らんで。歌や。おお。仲良し小良し、スイカの名産地。なんかコマーシャルの曲それ。いや、何の曲それ。なんかわからんけど、子供の頃から歌っておった。ああ、そうなんや。うん、スイカの。せや。意味わからんけど、まあ。スイカの名産地、素敵なところよ。綺麗な中の花。あ、そうやな、スイカやな。もうすぐスイカですね。スイカの名産地。あ、もうすぐっていうか、もう今スイカ出てるね。せや。ね。もうね、スイカは。季節やで。夏やで。うん、スイカ美味しいですね。スイカとか今はね、キュウリとかマッカオリとかね。マッカオリ食べたな。マッカオリ前初めて食べたんで、マッカオリ食べましたね、あれ食べたらなんか味がプリンスメロンのなんかね、あれ絶対プリンスメロンとなんか関係あるぞ。なんかメロンとプリンスメロンかなんか掛け合わせたら、ああいうなんかそんな気がする。じゃあマッカオリとメロンとなんか掛け合わせたやろな、きっとな。プリンスメロン、なんかそんな気がする。そういう気するね。でもマッカオリはなお塩もわんかった。そうやろ。うん、マッカオリで意外と簡単にね、畑の真ん中にピューッとあのね、お百草さんがポーッと植えてはってね、畑の真ん中とか畑のその畑があって、その端っことかね、あの稲を植えてるね、そのあぜ道とかにね、お前詳しいな。簡単にこう なってたの覚えてますよ。へえ、うん、マッカオリ結構俺が子供の時いっぱいあったね。あ、さよか。マッカオリってのはどうかね、あの関西でそうマッカオリとは呼んでますけどもね。マクワウリって書いてたよ。マクワウリね。うん、そういう、そういえば全国の人に分かりますよね。うん、マクワウリ。そうか。でもこちら大阪ではマッカオリって言いますね。マッカオリ。美味しかったね。大阪の人はな、プラスチックでもプラスチックって言うもんな。そういうことやろ。プラスチック。プラスチック。プラスチック。なんか。プラスチック。体のことカダラとかね。それは違うか。それ違うな、それ。分からんわ。そうですね。まああのいろいろあのね、大阪、大阪から発信してますけどね。うん。面白い。僕は大阪や。面白い大阪弁あったらなんかね、時々また紹介しようか。うん。わい知らんもん。ネイティブちゃうからな、わいは。あ、君ネイティブちゃうもんね。うん。そうですね、僕唯一ネイティブ、僕はネイティブですけどね。いや、わいはイケアや。イケアの子や。君はイケアの子やもんな。いや、生きるの子やったんよ。プラスチック、はい。あ、プラスチック、プラスチック、プラスチック、イエ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 イ。プラスチック、プラスチック。ガラガリの大阪は。なことないよ、何事だった。何何ま言葉っていうのはね、うん、あれですよ、あの。ささめ雪みたいなやつか、あの。ささめ雪。純一郎とか。ああ、あの見たね、映画ね、ささめ雪。あ、そう、お前知らんよ。あ、見た。あれは違うか。昨日見た映画。映画昨日はな、あれな、ギャオでまた見たな、あれや、なんだっけ、長谷川和夫のな、雪の上変化みたいや。ああ、あれで、あれで面白かった、ね。面白かったけどな。長谷川和夫ってね、すごいね。ああ、すごかったね。あれはね、前、美輪明宏に見えてた、途中からな。美輪明宏にしか見えへんかったけどな。そうやな。一人二役ですごいね。そうやな。一人で、おいまっていうの、どういうの、あのほら、女方の人、あ、お山さん、あ、お山さん、うん、ね、お山さんの役とね、うん、それからあと男のね、長谷川家の、ね、もう男っぷりのいい ね、ちょっとこう向こう気の強いね、うん、おっさんの役を2つ、1人2役でやってました ね、うん、山本富士子は美しいわ、若尾綾子は美しいわ、もう昔の映画すごいな。山本富士子ね、すごいですね、うん、あの人ね、うん、かっこよかったね、うん、あのひぼたんのおりゅうとかなんかね、マジであるんですよ。そんなんやってたの、はい、つぼ振りとかね。山本富士子さん、あんなこうね、すごいおとなしそうなね、あんな清楚な感じの人がね、てめえみたいな感じで、それもかっこよかったな。あの薬剤映画の中でバーンとね、入れ墨、入れ墨、入れ墨、なんかバーンとこう、入れ墨はどうかしらけど、パーンとこうね、肩出してやってましたよ。さよか、山本富士子さんな、なんかな、あの人美しすぎてな、この人がおったら風紀が乱れる言うんでな、あの銀行の試験落ちはったらしいで。あ、そうなん。うん、それほど美しかった。あ、美しすぎてね。はい。はあ、他のやつらの仕事が手につかんようになるというな。なるほどね。うん。そうですか。昭和って怖い。やっぱり怖い。へえ、そうなんで銀行。あ、そうなん。美
美しすぎてもおっしゃったという。せー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 。素晴らしいですね。え、第1回ミスなんかあれじゃん。そうそう、ミス日本さんかな。うん。うん、まあじゃあちょっとジャズの曲を弾いてみようかな。今日は、マイルス・デイビスのソーラーですね。ソーラー。いい曲ですね。太陽。この曲はソーラー。うん。ソーラータワー。ソーラータワー。まあいろんな意味あると思いますけどね。ちょっと僕まだ調べてませんけども意味は、はいはい。別に歌詞がないんですけども多分おそらく、うん、あったらあったでとか。そういえばさ、ブルーイングリーンとかも歌詞あるんか。あれはないと思う。マイルス・デイビスさん。あれはないと思いますね。太陽か。うん、でまあこのマイルス・デイビスの空という曲ですけどね。ホワッツ。うん？何？何？なんだっけ。うん。ホワッツ。うん。ホワッツニュー。ホワッツニュー。だっけ？違う。What? じゃあの、うん、ほらマイルス・デイビスさんのだが。あ、ソーファット。ソーファットね。あれには歌詞あるよな。これ歌詞あんねん。ねえ、びっくりした。これな。うん。ついてんねんな。ねえ、びっくりやね。で、なんとかかんとか歌いながら最後は So what? So what? そうだ、お前のも歌えるよね。せーの。はい。So what? So what? ちょっとなんかハモってるな。またハモ上がって。はい。So what? So what? 下がって。いや、そこだけやったらお前なんかいいかもしれない。じゃあこのソーラー、マイルス・デイビスいろんな、ね、曲作ってきましたけども、このソーラーという曲ね。これ実によくできてる曲ですね。うん、全部あの251ですね。前々回話したカデンツですね。うん、カデンツ、ジャズのカデンツ251。251ね。251ですね。出てきてますね。251。そうですね。251。251があの三つか4つぐらいあるのかね。初めての人もいてはるから251について軽く説明を。251について軽く説明といってもジャズの中に最もよく使われる収支形ですね。はいはい、カデンツですね。カデンツですね。こうちょっと起承転結の塊やね。木のところはどこだ。起承転結。起承転結。起承転結というふうになってますね。これがカデンツでございます。そうですね、251でございます。ございます、はい。でまあ、このソーラーという曲もこれね、もう全部最初から最後まで251ばっかりですね。うん、そうですね。でここから251。251ですね。でここから251というふうになって、またここも251みたいな感じですね。また251なんでね、なってますね。うん、ほとんど251でできてるということですね。なあなあなあ、251でほとんどできとったらどんな効果があるんや？あの、そうやね、その、神々しくなるんか？え、なになに？神々しくなるんか？神々しく。
ならんね、別に。神々しく、ああ、どういうかな、あのアドリブはすごいしやすくなりますね。それに比べてなんかね、ずっとなんかあのずっとあの一発もんのね、コードがあんま動けへん曲とかね、うん、あるとちょっとアドリブやりにくいですね。テイクファイブ的な、いや、あれはあれでまたできんねんけどね、うん、なんか単調なコードやね、うん、なんかもうずっとこういうすごいね、例えば例えばちょっと今ちょっと思いつかないけど、ずっとあのね、あんまりハーモニーが動かない、うん、アドリブしにくいですけど、まあ、このソーラっていう曲はちゃんとハーモニーがいっぱいこうね、アドリブのしてみて。2 5 1にアドリブ、うん、これ2 5、今2 5 1になる、そうやな、2 5 1やからこう乗るわけね、うん、ですね。ねえねえねえ、それ今スケール使ったか、スケール扱ったよ。何スケール使いましたか？インタビューです。ピピピピピピ。オルタードスケール。オルタードスケールを使いました。とかコンビネーションディミッシュスケール。コンビネーションピチ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 。とかね、まああるんですスケールがね、いろいろね、そういうスケールね。わからんのに聞いちゃった。まあ、なんかインタビュアーみたいだったな。インタビュアーみたいだった。お前ね。ああ。リポーターでございます。はい。でそのリポーターさん、ちょっとね、今いろんな、はい、いい話をね、捕まえたと思いますけども。捕まえましたか、はい。あれですね、こう、ソーラーっていう曲は、はいはい、2 5 1でできてるから、それを、そういうね、アドリブで使うスケールが入れやすいってことだよね。はい、なるほどな。そうですね。その結果、聴いてて面白いと、うん、いうことです。マイルス・デイビスなんかは、それはもうジャズの人やからね。いや、もうこれ、狙いに狙って作った曲って感じでございますか。それも当然やな。当然ですか。当然ですね。もうアドリブやれよみたいな感じで、アドリブやりなさいよという、やりなさいよ、もう好き放題やっちゃいましたよ、はい、もうアドリブもうガリガリやってください、ガリガリですよ、そうですね。で面白いのはだんだん後半が、ガリガリ君おいしいな、ガリガリ君食べたいな、はなんでもない、なんでもない、なんでもない、ごめん、自分の世界に入っとったそうですね、もうこれはアドリブやりなさいよっていう、そういう行動進行です。ぜひ皆さんも、マイルス・デイビス、ソーラ、SOLAR ですね、うん、これ勉強したらいいんじゃないかな、やっちゃいな、やっちゃいな、そうですね。この曲面白いのは、最初はこう割とね余裕持って長い感じで、うん、でだんだん短くなってくる、でだんだんね251のね幅が狭まってくるんですね、これね、すごいですね、まあ、さすが天才マイルス・デイビスですね。どんどん短くなってたらどんどん盛り上がるってことか。そういうことやな。だん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 こう追い詰められていくような感じ、ね、で最後またパッと、そうそう、で最後リリースしてまた頭に戻るというね。はい、これね、これそういうのの繰り返しですね。お面白いと思います。面白い、はい、で聞き応えもある曲やな、これな。ね、ぜひぜひ練習曲というかね、初心者の方もね、練習するにはもってこいの曲です、うん、ということで、ライブに行っても盛り上がりやすいかな。あ、そうですね、もうこれはライブで、ね、ライブもちろんそれからジャムセッションとかね、うん、持っていったら分かりやすい行動進行なんでね、あ、じゃあみんなも喜ばはるな、はいはいはい、そうですね、そらやろうぜって言ったら、お前分かってるやんみたいな感じになるんかな。いや、まあそうなんやけど、いっぱい曲があるからまああの割とちょっとごめん、調子になった、やろうやろうってみんながね、うん、喜んでやってくれる曲やと、うん、すごいスタンダードなコード進行ですからね。ちゅうわけで今日は、ジャムセッションへ行こう、ね、そしてソーラを演奏しようぜみたいなね、ことでちょっと、ソーラという曲をね、マイルス・デイビスという曲を取り上げておしゃべりしてみました。ジャムセッションでソーラは喜ばれる、うん、チェロキーは喜ばれないそんなことない、喜ばれるよ、あれも、うん、喜ばれる、うん、確かに。ジャムセッションでさあな、あんまりね知らん曲持っていくとね、あのあれやね、ああなるほど、うん、勝負曲はやってもいいんやな、もちろん
だから、スタンダード、うん、あのスタンダードの曲が、みんながよく知ってる曲でありましたけどね、ジャムセッション持っていったらね。ジャムセッションに持ってって、うん、スペインやろうぜとか。スペインな、スペインあんまやらへんかもしれんな、ジャムセッションでは。そうか、嫌がられるかな。これやろ？ねえ、それ。これはあんまやらへんと思います。嫌か。これはもう自分らでバンド組んで練り上げて、うん、自分らのねバンドの中で何回もリハーサルやってやったらいい曲ちゃうかな、うん、こんなのね。なるほどな。まあね、そんな風に嫌がられる曲他になれへんか。はい、嫌がられる曲。今度リクエストしてやるから。お前そんなすんの本気で。そう。ダメでしょ言って。ダメでしょ言ってね、うん。何やろうかなってみたいな組まれるところで、はいはいはいスペインやってーとか言うで。お客の言うことなら聞いてくれるやろ。チェルキーやってーね、チェロキーはありや、チェロキーはありやと思うね、うん、なこれやろ、これありやな、チェロキー、もう一つなんだっけ、あれだよあれだよ、ジャイアントステップ、そうジャイアントステップやってーとかまあなやってくれると思う、もうすっごい嫌な顔されてやんねんまあ知らんけどね、でも最初からジャムセッションで、ね、あともう一つだって、あのユニゾンやるやつや、ユニゾンやるやつ、ユニゾンでやるやつ、なんだっけ、それなんて題名だっけ、これ、うん、おかしくない、俺らも結構セッションではやるよ、やるんか、やります、嫌がられへんの、これの曲、いや嫌がられることはないと思うよ、何や、うん、でもジャムセッションで嫌がられる曲っていうのはあるかもしれない、なジャイアントステップと、うん、ジャイアントステップと、うん、スペインやな、ちょっと浮かしてシャーッとイエ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 イなんか言ってますよ皆さん、もうこんな相手にしないでくださいねというわけで今日はお前までジャズやるやつらの困る顔見るのが大好きよ、バカかお前すいません、そんなことばっかり言ってると本当はい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめん、本当ごめん、ごめん、ごめんなさい、ごめんなさい、みんなが楽しんで音楽してるのが大好き、イエイイエイ、なんかちょっと今日バッチおかしいですけどね、変にテンション高いですけど気にしないでください、なんででしょう、お菓子が食べたいから意味わからん、意味不明なこと言ってますけども、今日はですね、セッションでやったらいい一曲の中の代表曲をちょっとして、はいはい、ソラ、マイルス・デイビスのソラについてね、はい、お話ししてみました、あとジャムセッションについてのねちょっと面白いお話も、なんか脱線しましたけども、はい、なんかマジカムリが余計なバカなこといっぱい言ってます、ね、ごめんなさい、本気でごめんなさい、気にしないでね、はい、みんな嫌わないでね、はい、はい、もういいから、はい、じゃあ今日まとめて、はい、まとめてください、もういいから、いくよ、はい、はい、はい、今日はでもお前が失礼なこと言ってしまって本当ごめんなさいでした、もう皆さん、ちょっと楽しもうね、というわけで今日はこれで終わりでございます、ここにね登録ってまた出るから、はい、みんな登録してワイと友達になってくれたら楽しいな、楽しいな、はい、嬉しいな、というわけで今日はこれで終わりでございます、皆様それではおやすみなさい。